皆さんこんにちは中西優里ですえ今回も偉人敗北からの教訓の収録の後に放送の中でご紹介できなかったこぼれ話を紹介していきます引き続き歴史作家の伊藤淳先生とお送りしていきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ今回のテーマはこちら織田信長と浅井長政 でしたまあ、今回は、ね、いつもとちょっと違って、2>, うん、2人の主人公がいたんですよね、はいうん、で人物ではなくて、事件を中心にして、2>, うん、2人の視点からこの1つの事件を見ていこうということで、事件の新しいまあ像も見えてきたかなという感じですすねね、うん、そうです、ね、あのあの小説なんかの場合でもです、ね、あの複数視点で描くものってあるんですよ。 そうするとですね、同じ戦いや事件でも敵味方双方から描けるということで非常にですね、はい、その駆け引きとか調略というのが面白く描けるんですね。まああの歴史小説というのはまあドラマもそうですけど、もともと結果が分かってるんですよ。確かにそうですね。うすどうなるんだろうではないですもんね、ええ。そうなんです。そういう弱みを抱えてるんですけど、それ逆に、えー、経過でいかに楽しませるかというところが勝負どころなんですね。ああなるほど。えー つまり双方の駆け引きや相手の思惑の読み合いその面白さで読ませるということがあるんで。 まあそういった意味でこういった番組もですねこう,こういう構成で、えー、まあ2人の対峙させて、えー、それぞれの思惑とかそういうのを描いていくことでより一層理解が深まるんじゃなないいかなと思います。はい、確かに一つの事件も片方から見たらすごくそっちに正当性があるような気がすることももう片方の方から見たらいやいやこっちから見たら向こうが悪役だみたいな、うん、<laughs> なんか両方見る。 両方の側から見ることでなんか違う面が見えてくるってありますもんね。うん、もちろんですね。やはり双方の言い分を聞かないとですね事件、うんえー、の正しい姿って見えてこないと思うんですね。そうですね。まあ信長がまあ同盟相手として長政を選んだ。うんはい というのはまあこの北近江をね領有しているということもとても大きかったみたいですけどこの番組をやってると結構その戦いの舞台がまあ滋賀でしたっていうことが多くて結構重要な場所だったんだなっていうのを改めて感じますね。 そうですねやはり滋賀県いわゆる近江の国というのはですね、まあ、機内と東国の交通の結節点であったと思うんですよね。あの物資も、えー、頻繁に往復していましたし、えー、交通の要所だったということですよね、うん。じゃあこの近江を抑えているっていうのは、うん、この戦国時代の中ではすごく大事なことだったんですね。大事なことでで、ね、ですすすねねねからたたくくさんのの戦が行われました、ねえー、古くはです、ね、人の乱 また淡路の戦いというですね、はいあの、木曽義仲が敗れる戦い<ー>、うん、で戦国時代に入るとあの滋賀の陣での宇佐山城の戦いとか、はい、あの有名な姉川の戦いそしてもう海の国の戦いとしては最も有名と言ってもいいかもしれませんけど志ヶ岳の戦いということで、まあ、どの時代もですね聖水の鍵を握る争奪戦の場がです近、ね、江の国だったんですね。 その海の国の北半分を治めてたのが浅井助政浅井久政浅井長政の浅井三代だったんですおじいさんの代からですね,ですね長政から見たら、はい、まあ信長はの信頼していた義理の弟の長政に結局裏切られてしまうわけですけどもその前で言うとあの実の弟の信行にも裏切られた経験がありますよね。うんうん なんか家族の中でなんかあんまり信頼できる人って信行に裏切られたでそしてまあ殺害したということから結構兄弟からもからも裏切られたとか、えー、それだから信長が粛清してたというようなイメージでと、えー、ら,らわれがちなんですけど実は結構そうじゃなくてですね伊保、はい、系の信広という人は一度だけ裏切るんですけど、えー、いつ長島の戦いで壮絶な討ち死を遂げてる。うん、また信長の道後帝の信金 住むっていう字書いてね。はい、信金って人は、えー、お大田一族の重鎮となって、えー、大阪冬の陣の直前に病死してるんですね。<ー>またさらに、えー、いぼのですね、信治という人はですね。宇佐山城の戦いの討ち死に。で、いぼっの信時と信興もですね、討ち死にし、秀隆はですね。え、五による事故死ということで、うん、まあ、誰も結構裏切ってないんですよね。 そうですか。なんかどうしてもね、うん、信玄のイメージが強すぎて、うん、あのそういう裏切られイメージみたいな信長強いですけど、ちょっというかその前に兄弟そんなにたくさんいたんだっていうのも驚きますね。えー、それぞれがまあ壮絶な最後を遂げているということですよね。はい、そうした中でも信長の兄弟で最も有名なのは織田浦信長だと思うんですよね。そうですね。えー、確かに。まというのは結構信長との年齢差もあったんですよね。はい。えー でまあ、有楽町の名前がね<あ>今も東京に残ってますけどねそういった意味であの信長っていうのは兄弟に恵まれてなかったというよりも兄弟の運がなかったそれで織田家の重心の座につく者がいなかったということで、うん、まあそれが一つには、えー、まあ明智光秀の反乱を誘発してしまったという一つの要因にはなるんじゃないかなと思うんですよね。うん まあそういう意味で言うと、ね、この同盟を結んでいた義理の弟との浅井長政との関係が破綻してしまったというのは、はい、信長にとってはかなり痛手だったと思うんですよね。なのでまあ本編ではその浅井長政が織田信長を裏切って二人がたもを分かっ瞬間というところに焦点を当てているんですけれども一番注目してほしいのはどこでしょうか、はい、やはり長政がです、ね、信長から離反した理由ですよね。 まあ、従来はですね。朝倉家のとの同盟を重視したまたはですね。えー、まあ、信長に過信扱いされるのが嫌だったっていうのは説まであるんですけど。うん、まあ最近また新しい説もいろいろ出てきてますからそういったところに注目していただきたいですよね。ああ新しい説。うんはい、さあ、皆さんは織田信長と浅井長政にはどんな印象をお持ちでしょうか？ぜひコメントもお寄せいただければと思います。ここで予告 vtr をご覧ください。 から宿敵へと転じた義兄弟なぜ信長は義弟長政に裏切られたのかもともと目指すところが違うわけです大名としてはいかに自分の家が続くかっていうのが最優先歴史的失敗に学ぶ偉人敗北からの教訓織田信長と浅井長政は1月21日土曜日夜8時放送ですお楽しみに土曜夜8時放送ですぜひご覧ください さて今回は織田信長と浅井長政をテーマにお話を進めてきたんですけども、あの伊藤先生はあの二人が戦った浅井家本拠の織田二条にすごく詳しいということで今日はたっぷりお話を伺いたいなと思っています。一、うんね、回はもう徹底的にすべて見てもらったということがあったんで、まあかなり詳しくなりましたよね。<laughs> さあということで今回は教えて伊藤先生偉人深掘りのコーナーを。 お届けしていきます。はい、このコーナーでは、本編では触れない意地の側面にスポットを当てて伊藤先生と深掘りをしていきたいと思います。<ー>あのこの小谷城ですけど、うん、戦国五大山城の一つにも数えられていて、うん、まあ今でもあのお城ファンから絶大な人気を誇っていて、うん、あとトレッキングコースとしても人気があるということで、うんはい、あの今回ちょっとこんなマップもあるということでご用意したんですけども。うん <laughs> でもなんかこう地図を見ているほど山丸ごとみたいな、うんね、本当ザ・山城という感じですね。もうその通りですね。うん、でこの小谷山自体はですね、えー、標高差四百九十五メートルのあの一番上の方、はい、大塚城ってこれ読むんですけどね、はい、その大塚城を中心にして細長い U 字型をしてるんですねあ<ー>で特にこのあの右側いわゆる東側の、えー、尾根にですね幅広い 地席がまあ面積が取れるということでここに主要なクルワ軍が集中しているわけですなるほど、はい、これ地図でいうところの,あの右側の赤いところですねあ,あの部分がクルワの、うん、クルワなんですねはい。ちょっとこの地図デフォルメされてるんで、えー、東ロネがこんなふ太くはないんですけど、えー、<laughs> そうです。えー、<laughs> ちょっと実際よりは大きく描かれています実際よりはかなりあの大きく描かれていますねすもしこの地図の通りだったらもう巨大すぎます、うん、大変ですよね <laughs> まあ基本的に平時はですねこの真ん中の清水谷というところに屋敷構えてたと思うんですね、はい。ただ、戦時になった時にはですねえおそらくえこの中のですね本丸の部分に長政はえ居住してたんじゃないかなと思いますね9番のくるわの部分ですかねそうですね本丸というのがやっぱりえ長政のプライベートスペースでその下の大広間が成長。 いわゆる重臣たちと一緒に打ち合わせしたりとか、うん、いろいろ訴え聞いたりする場だったんじゃないかなって言われてますよねなるほどさらにそこから本丸の大,大堀切を隔てて、はい、中丸というところにはですね久政いわゆるお父さんの隠居所がありさらに京極丸には京極氏が入ってもらうそして三、えー、の丸を隔てて、えー、大塚城に至るという、まあ、大体こういう構成になってるんですね。あ やっぱりファンの方は、このクるワとかをやっぱり目当てで見に行かれる方が多いんですか、ね、いやもちろんそうですよね、やっぱりクるワと、うんえー、そこのところにある石垣であるとか、です、ね、小口といって出入り口ですね、はい、そういったものの絶妙なですね造りを見に行ったりとか、えーまあ、攻防戦があったときにどういうふうに守ろうとしてたとか、うん、そういったことを想像しながら見ると、ですね<ー>もう本当に話が尽きないぐらい盛り上がるんです。ーさらにですね え、西尾根っていうのがもう寂しい、ちょっと寂しいんですけどね。そうですね。え、ここにはですね。 二つの独立した、えー、砦が築かれてるんですね、うん、えー、それが福寿丸と、えー、山崎丸というとことになります、はい、あれは砦なんですね砦なんですねあの全部をこうクルワにできなかったんでうん、うん、別々かなり離れた場所に二つ砦を作ってあるんですねうん、うん、この城の場合ですね、えー、ただ弱点弱みっていうのがあるわけですよねまあ東尾根に、えー、いろいろクルワというのが集中していますけど実際にはですね敵がもし西尾根から攻め上って 大津久城を制圧した場合ですね敵に攻守を占められてしまうんですよそれでですねそうなってしまうとまずいということもあって、えー、本丸の後ろ側にたくさんの車を連ねてったわけですよね、はい、うん、えー、こうしてですねいろんなクレアを連ねて行ったのはいいんですけど、えー、もうアザイシというのはある意味黒人が戦国大名に進化する過程にあった、うん、そういう人た一族ですから、えー、兵力はそんなにないわけですよ、うん せいぜいもう最大で五千とかそのくらいですから、こんだけ広い城になってしまうと守りじゃいないんですね。あ、お城が大きすぎてということですか。守りきれない、えー。守りきれないという弱点が出てきてしまうんですね。 大筑城と福寿丸と山崎丸というこの三つのまあデジみたいなものですけどね。それをですね朝倉市に託してしまったんですね。そうなんですか。作るところから任せ、も任せますからお願いしますと、えー。じゃあ,あの山頂の部分からの西の尾根の方の一体というのは朝倉が管理してたんですか。不審を行ってなおかつ朝倉氏が危機にあったお、危機に置かれた時にはそこに兵を入れるという。えー 共同経営という。かそうなんですよ。<laughs> ええ、そうだったんです、ね。苦肉の策で、そういう城なんですね。あ,あまりこういうの見られないですけどね。あ<ー>、うんあまり類を見ないという感じですかね。えー、はい。何かこう印象的なエピソードとかありますか。いや、それが面白い話ありましてね。はい、まあ、あのー、実際最初二人で登ってたんですけど。一人が体調悪くなって戻ってしまったんで。はい、私一人で、じゃ、最後の大津城。 からまであのもちろん東尾根から行くんですけどね東尾根から大津九城で、えー、西尾根を降りてこうということで計画通りその通りのルートで歩いてたんですね、はい、で大津九城まで行った時に、えーまあ、一人でこうあの城お城ですから堀があったりとかこれは車だっていうのをこう見ながら歩いたんですけど、えー、地元の人と出会ったんですよ。えー で地元の人がですねなんでこんなとこ1人でいるんだって言うからあのお城をちょっと見学してるんですって言ったらですねあ<ー>あのその方がですねこんなクマが多いとこに1人で行ったら大変だっていうことで, <laughs> で一緒に降りようと言われて、はい、大津城から西尾の一緒に下って行ってたんですよ、えー、その時にその方はですね本当に,クマ,にクマを怖がってましてね、うん、クマ鈴なんていうのは当たり前で,で角に来てあいあの先が見えないところで、うん、爆竹を投げるんですね。 角を曲がる前に、うん、そんで熊を退散させてから動いてる、えー、爆竹持ってるんですよねす,すごい念入りに、えー、ということはその方はもしかして熊に出会っちゃったことがあるってこと出会っちゃったことがあるんですね先ほど言った福寿丸と山崎丸の<ー>あ間のコーナーでばったり熊と十メートルぐらい隔てて<ー>睨み合った経験があったあそ実際に言うんですねクマこの大の山に、えー、そうです爆竹持ってないですからね突進してきたって言うんですよ その時あ熊、うん、に会ってしまった時熊が,が突進してきてギリギリで避けたって言うんですね。ええそうだ。そうしたら熊そのまま行ってしまった。あまっすぐどっまっすぐどって行ってしまった。よかったですね。だからその時の教訓としてはですね熊、うん、が来たらあの背中見せて逃げたりとか早めに逃げようとしたらダメだとうん、うん、突進してきたギリで避けろって言うんですけどそんなことできるわけないですよね。<laughs> 運動神経とか<う>反射神経を求められますけどクマは怖いからそのまま行っちゃうって言うんです、はい、その習性が分かったからもう大丈夫だって言ったけど、えー、それできないって普通の人って。ということなのであの小谷城の、まあ、ちょっとこう山の奥の方まで行きたいなと思っている方もしかしたらクマに出会ってしまうこともあるかもしれないのでぜひクマ対策しっかりしてお出かけください。 では最後にこの小谷城から得られる教訓というのを教えていただけますか、うんうん、まずですね文不相応な規模の城を築くと手に負えなくなってしまうので注意しましょうということですねあ<ー>まあ今の人が城を築くわけないんですけど <laughs>、はい、やっぱり文相応というのがすごく大事だということなんですよね。うん、確かに小谷山は、えー、築城筋には絶好の立地なんです街道も抑えてるしあの独立法に近いですからね、えー、ただあの動員兵力があのそんなにないわけですよ浅井市自体が。はい そうすると守れなくなってしまうということで、うん、でまあいろいろ工夫して、えー、まあいろんな人に頼んで守ってもらったりしたんですけど、はい、だからやっぱり自分の身の丈にあったものが自分にとって最適だというこれが教訓だと思いますね。ああ、わかりました。ありがとうございました。はい、さあ、偉人敗北からの教訓こぼれ話では視聴者の皆様から伊藤先生への質問、そして番組へのメッセージも受け付けています。どんなことでも大丈夫です。 ご覧の動画のコメント欄または BS11 の番組ホームページにて皆様のご意見ご質問お待ちしていますそして偉人敗北からの教訓は毎週土曜夜8時全国無料テレビの BS11 で放送となりますぜひご覧くださいそして YouTube でお楽しみいただける偉人敗北からの教訓こぼれ話も合わせてチェックしてください毎週火曜日配信です ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。